セクション22-02、絶対王政記の絵画。資料集がページ189ページ。バロック美術っていうくくりはそんなに重要じゃないです。一つ一つの絵が誰が描いたか、どういうポジションにあるかが大事。で、むっちゃ出るのがエル・グレコね。189上にオルガ・サークの埋葬があって、宗教画です。テキストに置いてる受胎告知、これマリアが妊娠したよと告げられるシーンです。神の子を宿したよと。で、聖剥奪は、イエスが処刑される前に、まあ、イエスが服を奪われるわけよね、マッパにさせられるわけよね、その前のシーンです。でエル・グレコで書かせます、書き取りがあります。でなんでかというと、こいつはスペインで活躍したんだけども、もともとギリシャ人なんですよ。ギリシャ出身なのに、もともとはギリシャ正教の地域のギリシャ人なのに、俺らカトリックと仲良くやって、カトリックのためにいっぱい絵を描いてくれたよね、あのギリシャ人、ということでエル・グレコ、地名が名前になってるケースです。ちなみにそういったケース他何がある？スコットランド出身のスコットとか、他はアフガーニ、アフガニスタン出身のアフガーニとかね。次行こう。ルーベンス、左下のキリスト効果はフランダースの犬の最後のシーンですよね。教会で、まあ、主人公のネロが最後に見れた絵ですよね。まあルーベンスはフランドル地方で、これカトリックの地域なので、やっぱ宗教が多いですよね。でルーベンスとかエル・グレコってタイミングが試験で簡単です。対抗宗教改革だから、ルターの宗教改革以降ですね。だ1517より後。次、絶対王政記は王様が金持ってて、王権を知らしめたいわけ。王様は宮廷画家を抱えます。例えばファン・ダイクもそうです。宮廷画家、ファン・ダイク以外に言える宮廷画家、ベラスケス、ああベラスケス、そうですね、ベラスケスとか。ファン・ダイクの前の先輩誰に当たる？イギリス王室に使えた宮廷画家、ホルバインとか。一番試験に出る宮廷画家は誰？ダビドね、ナポレオンに使えたダビドですね。サン・ベルナール峠を越えるナポレオンとか有名です。でファン・ダイクはチャールズ一世に仕えた。ファン・アイクと間違うなよと、同じフランドル・フランドルなのでね、間違いやすい。で今出てきたベラスケス行こっか。テキストめくってもらって16ページ、資料集189ページ右側。ベラスケスもタイミング試験出て、まあ、1599年生まれなんですけども、そこ上に1599ではなくて1588で書いておこうか。以後阻まれた無敵艦隊、大事なことよね。文化の最盛期っていうのは政治経済マックスの後になる場合が多いです。政治も経済も調子が悪くなると、そっちに頭脳が行くのではなくて、文化面に頭脳が行くケースが多いんですよ。まあ日本とかも多分そうでしょうね。バブル景気が弾けた後に人材が文化面に行って、今日のクールジャパンがあるんでしょうね。ラスメニーナ説明します。絵画史上傑作と呼ばれている。行くぞ。189右側の絵でいいです、テキストでもいいです。左側に筆を持ってキャンパスに向き合っている人物がいます。それがベラスケス本人という説が強いです。ベラスケスの視線の向こう側、つまり
見ている我々の方には実は国王夫妻がいてと。国王夫妻は、はい、絵の奥の方ですね、鏡に映ってるわけですよ。で、国王夫妻はベラスケスに描かれているんですが、まあモデルになってるんですが、暇なので娘の飾り付けを楽しんでると。で、この娘の飾り付けをしている周りの女官をラスメになすいます。ブレダの会場はオランダ独立戦争で唯一スペイン側が勝利したシーン。ベラスケスの弟子ムリオ、でレンブラント、これはね、あのロンジュスとかでも出るような絵なんですよ。すげえ奥深いです。資料集がページ173ページ、いくぞ。まずトゥープ博士の解剖講義ね。これはオランダの合理性、カルバン派の合理性を示していると。長らくカトリック教会は解剖を禁じていた。まあ、キリスト教というのは肉体保存の原則があって土葬なんですよね。肉体がなくなってしまうと魂が戻ってくることができないと、復活できないということで肉体を大事大事に保存するわけだよ。ちなみにそのようなキリスト教社会において最も重たい刑は、重たい刑罰は噴刑ね、火炙りね。体がなくなってしまうからね。で、宗教改革でカトリックを否定し、新たな宗派カルバン派出てきましたよと。で、カルバン派はですね、カトリックと違って肉体を解剖します。人間を合理的に見ていきます。ちなみに人間を合理的に見ていく学問なんて言いますか？生理学ね。医学っていうのは、まあ、病気を治すんですね。まあ、生理学も近いんですけども、生理学っていうのは人間の体を合理的に見ていきますよという学問です。もちろんそれは医学にもつながります。オランダは宗教改革によって合理的な精神のもと生理学医学が発達し、まあオランダからシーボルトとか来るわけよね。で、日本で活躍しますよね。蘭学ですよね。布地組合の見本調査官、まあそこら辺商工業者カルバン派ですよね。地味な格好します。で、焼け、資料集173ページでもいいかな。で、これはオランダの民主主義を具現化してます。夜になったぞと、じゃあ我々で見回りしようと。なんでね、これが民主主義なのかというと、問題です。軍隊がない国家どこですか？スイス。軍隊ないんですよ。スイスに軍隊がない。この理由説明できる？なんでスイスは軍隊がない？国民海兵だから。なるほど、大きい声でね。国民海兵だから軍隊がないと。つまり職業軍人を置いてないってことですよね。まあ、日頃みんな、まあ、八百屋とか農民とかやってて、でいざ戦場になったら、全員自宅、まあ、現在自宅ではなくて町内会なんですけど、町内会の保管庫に置いてる、まあ、アサルトライフル持って戦闘状態、戦闘の準備に入りますよと。なんで軍隊置かない、職業軍人置かない？ナショナリズムが高いから。職業軍人を否定する理由は何だろう？長い間軍人に支配されてた。 OK、 長い間軍人、武士、戦士階級に支配されてたから。いくよ。右はさ、封建制じゃん。封建制って主従関係じゃん。で、この主従関係で主っていうのが武士である場合が多いんですよ。戦士階級が支配してと。
で平民が農民が農民とか商工業者とか平民が支配されてますよと。でスイスってさ、まあ、独立戦争をやりましたと。ハプスブルクっていうね戦士階級の支配から出して新しい国を作りましたよと。で民主主義をやろうと思ったら戦士階級いらんって話になるわけよ。戦士階級が支配してしまうと。で同じくオランダもそうで、オランダはスペインから独立しましたと。スペインというのは戦士階級の国ですよ。レコンキスタによって形成された戦士階級の国ね。戦士階級が主体であるスペインからオランダは独立戦争をやったと。で我々は武士による支配を否定すると。であるから治安業務は我々町内会がやりましょうと、商工業者がよりやりましょうというのがこの夜景に表れてるわけ。ここまで質問。はい、アメリカはイギリスから独立した際にこういったことをやってたわけ。途中まで教科書の表現を使うと、アメリカは、二次大戦まで、強力な常備軍を持たなかったんですよ。ちなみにアメリカとかカルバー派の国アメリカとか、同じくオランダカルバー派の国とか、同じくスイスカルバー派の国っていうのは、警察業務は警察だけがやるべきじゃないと。こいつらが一方的に支配することになってしまうからということで、銃の所持を認めてるわけよね。銃の所持を認めてるっていうのは、いや我々、平民も一般的な市民も治安の維持に努めますよ。だし仮にこの戦士階級が応募した場合は打倒していいんだと、革命やっていいんだという考え方で銃の補助も認めてるわけ。リアルからしてそのアメリカとかね、オランダとかイギリスとかからするとですね、まあ日本のおまわり、日本の警察権力ってめちゃめちゃ強いですからね。よし、次フェルメール。でフェルメールのさ、牛乳を注ぐ女を見てさ、ああ牛乳を注いでるんだって終わったらダメですよ。これ見て、ああオランダは世界制覇を目指したんだなと、一定程度世界覇権に逃げたんだなっていうところまで思いを馳せてほしいわけよ。まずね、なんで牛乳かというと、オランダは干拓によってできた土地なので塩分を含んでるから小麦が作れないんですよ。せいぜいチューリップかペンペン草しか生えないんですよ。故に牛に草をはませて牛乳を得ると。で当然それだけではカロリーが足りないので、当然それだけではカロリーが足りないので貿易しまくるわけで、貿易によって大きな利益を得ると。例えばテキスト右側、ターバンの娘、それがなんで大きな利益っていうのが分かるかというと、青を使ってるわけですね。青という顔料がめちゃめちゃ高いんですよ。土壌が貧しいオランダはすげえ豊かな国になりました。土壌が豊かな国はなかなか豊かにならないわけですよね。例えばイタリアとかスペインとかね。日本でもそうですよ。私熊本ね、肥後ですね、もう雪かけもしなくていいし米もめちゃめちゃ実るけども、じゃあ県民所得はどれぐらいかというと後ろから何番目なんですよね。地理学者書いてますよね。当時は大航海時代ですね。 OK、 ロココ美術行こっか。テキストめくってもらって和塔ですね、指定塔への巡礼、収集が189ページ下で、絶対音声も末期です。でまあ、宮廷ではですね、まあ、ほとんど仕事しないんですよ。午前中で業務終わってしまいます。で、まあ、遊んでるわけよね。で男女イチャイチャしてます。そういったものがこの和塔の絵から分かると。フラゴナールのブランコもそうですよね。収集189ページ右下、牧師の押すブランコに乗った少女を貴族の青年が見上げていると。
ロココ趣味の性の参加、性の参加でエロいこと万歳ってこと。まあね、すごいっすよね、スカートの中を見えるように。まあ自分に自信があるでしょうね、こういう女の子ね。まあ、こんな女の子、ゆげ先生も大好きですからね。でまあこういった乱熟文化はアンシャンリジウム体制のもと、つまり第三身分の犠牲のもと成り立ってるわけですよね。でその第三身分がその王公貴族、その189右下の連中を全部ギロチンに送り込むのがフランス革命で、でフランス革命を準備する絵も描いてるわけよね、フラゴナールは。例えば読書をする女とかディドロとか。革命前には出版が栄えてと、アンシャリジム体制を批判する百科全書なんかが流通しと、革命思想を準備すると。ここまで質問 OK、 以上でセクション22の02絶対王政紀の回が終了です。